八重様か。純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それにさっきオイラたちのことを見てなかったか。うーん、オイラの見間違いだったかも。何せオイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。ふん、残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、では師匠は。そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののように、あがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い？しかし八重様、願いを奪われたというのなら、師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか。どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いいな、じゃが今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者が、その手で自身の師匠と兄弟子を任したとき、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。ゆえに天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく、そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会った土門さんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。だが
お前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。はなっからお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどの奴がお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか、俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き、天下一を取る。お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日かあいつらも俺のように血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進むことをやめ、ここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。ただ私に分かるのは、今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないから分かるはずもねえ。だがお前に負けたあの時、俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、お前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった、明鏡止水流の師範だというのにお前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り、再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るのはこっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ、早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに。旅人さん、お待ちを。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。うん、あの八重様って人、お前不思議なやつだな。まあこれについてはまた今度話そう。